九州地方の超高層建築物の一覧は、九州地方にある高さ60メートル以上の超高層建築物の県別、高さ順の一覧である。高さは、アンテナ等を含まない、建築物本体のみの高さを基準とする。また、鉄塔や煙突などの構築物は比較のために、掲載するが、高さの順位には含まない。九州地方で最も高い建築物は、 宮崎県宮崎市にあるシェラトングランデオーシャンリゾートである。最も高い構造物は福岡県福岡市にある電波塔の福岡タワーであるが福岡タワーは構築物であって建築物には含まれない。福岡県は福岡市市街地が福岡空港に近接していることから博多駅周辺、天神などは航空法上の制限表面があって高い。 建造物が少なかったが、空港から離れているシーサイドも持ち、空港の侵入路からずれた福岡アイランドシティを中心に超高層建造物が立ち始めている。北九州市は、九州地方の県及び政令指定都市の中で唯一、環境影響評価条例の対象事業に建築物の新設を定めており、高さ100メートル以上の建築物を新設する。佐賀県は、 福岡県に近いため、高層建造物の需要があまりないためか、60メートル以上のビルは近年タワーマンションという形で計画されている。熊本県は、熊本市が都市景観条例によって、熊本城周辺の建築、鹿児島県は、鹿児島市が景観条例によって、城山から桜島を眺望する範囲の建築物の高さを規制しているが、城山からは、 桜島にほとんどかからない、鹿児島空港跡地に、高層の鹿児島県庁が完成。沖縄県は、60メートル以上のビル建設は1970年代と、比較的早いが、那覇市中心部は、那覇空港が近く、建築物の高さが、航空法によって制限されていること、復元された、首里場周辺の建築物の高さが、都市計環状例で規制されていることやなどから、 長らく変動がなかった。近年、100メートルを超えるタワーマンションが建つようになった。福岡県の超高層建築物の一覧も参照。福岡県は60メートル以上の建築物が多数存在するため、100メートル以上の建築物のみ掲載する。佐賀県に60メートル以上の建築物は存在しない。90メートル以上の計画のみ記載する。 90メートル未満の計画は、福岡県の超高層建築物の一覧を参照。ありがとうございます。